サクッとわかる投資用語解説投信編。今回は分配金についてご紹介します。分配金とは投資信託を運用して得た収益を保有口数に応じて投資家に分配するものです。分配金の原資は信託財産です。つまり分配するとその金額相当分純資産総額は減少し基準価格が下がることがあります。分配金には普通分配金と特別分配金があります。元本を上回る分は普通分配金とされ課税対象です。他方元本を下回る分は特別分配金とされ非課税対象です。分配金額は決算内容や市況動向によって変化し、状況によっては支払われないこともあります。ファンドごとに分配の方針や頻度は異なり、中には分配金を出さない方針のファンドもあります。毎月分配型は分配金が特別分配金となることもあります。詳しくは投資信託の目論見書などで確認することができます。松井証券では投資信託の残高に応じて最大 1% のポイントがたまります。松井証券で取り扱っている投資信託の分配金は松井証券のホームページで確認することができます。